最後の曲は、背中を押してくれる応援ソングなんですけれども、この曲は、なんだろうな、へこんだ時とか落ち込んだ時に聴くとすごい前向きになれるというか、なんか明日も頑張ろうなとか今日ダメだったから明日は精一杯頑張ろうって思える素敵な曲になっているので、ぜひ聴いていただければ嬉しいなと思います。それでは聴いてください。スノーマンさんで一番星。
あのですね、私がちょっとこの後用事があって、ちょっと物販がそんなに短い時間、もう本当に短い時間しかいられないので、本当にそれは申し訳ないんですけれども、はい、すいません、それをちょっと伝えたくて、本当に申し訳ないんですけれども、すいません本当に、はい、という感じで、また大阪とかここで歌えるのを楽しみにまたしているので、今後とも皆さん、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで、私はいろんな SNS やっているので、よかったら山下かなんと調べていただければ出てくるので、チェックの方もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。